白山の戦いの後、処刑された反乱軍の指導者27名を追悼するため、広場の上に刻み込まれた27本の十字架赤色が旧市街広場、青色はバーツラフ広場、緑色はカレル教旧市街広場は、チェコ共和国のプラハ旧市街にある歴史的に由緒ある広場のことである。プラハ旧市街広場はバーツラフ広場とカレル教の間にあり、多くの場合、 夏には観光客で大変な賑わいを見せる。ゴシック様式のティーン教会とバロック様式の姓、ミクラーシュ教会を含む様々な建築様式を見ることができる。広場はプラハの狭い道でうんざりした旅行者のひとときの憩いの場でもある。旧市庁舎の塔から旧市街に軒を連ねたショップの前景を見渡せ、また観光客は多くの教会に囲まれた中で広場にある。 天文時計を容易に見つけることができる。ヤンフス像広場の中心には、自らにおける信念のためドイツのコンスタンツで、あぶりの刑に処せられた宗教改革者、ヤンフスの銅像がある。ヤンフス像の名で知られている銅像は、彼の死後から500周年目にあたる1915年7月6日に、建立された、旧市街広場。ありがとうございます。